趣味でヒーローをやっているものだ。なんだ、人間どもとそれが生み出した害悪文明を抹消するため、私は地球の石によって生み出されたのか。やはり人間。あれで君は逃げなくてもいいのかな。ぷくぷくぷく、一つ違うな。ぷく、俺はサラリーマンじゃなくて無職、そして今就職。ぷく、君は俺様と同じく目が死んでいる。死んだ目のヨシミだ。あ、うん、何見てんの。ない、どうする、今ならまだ。しかし可愛くないなこいつ。君、何のつもりだい。まさかそのクソガキをかばう。俺様のボディに乳首をかきやがったんだ。しかも油性だぞ。この手ではタオルで拭くこともできん。どうか。かかってこいよ。ら、なーにーがヒーローだ。死ねはい。あ、ちょっと待って。俺は世界で一番強い男を目指していた。一文字にしておいたぞ。兄さん。的な力ってのは、あ、つまり俺は社会に何ら影響を与えていないということ。あ、バリバリご自慢のヘッドライトをティールラッ。怪人やモンスターと戦っているとき、そこに魂のぶつかり合いなどはない。強い。何なんだお前ら。このままでは我々の邪魔になる。そこで君たちには、我々は地球人だ。忘れていた。失礼しました。ここで蚊が大量発生して、Z 島入ってんじゃん。風が？何よ、あんたたちこんなんじゃ全然足んないわよ。クリン、操っていたとすればこの不可解な集団移動にも説明がつく。逃げられない。
私に注いでちょうだい。俺との決着がまだついてねえぞ。なんだあいつは。言葉を話すから人間助かったよ。すごいなお前、今の何？これがだってそんなパンチじゃ蚊も殺せないよ。蚊うぜえ。マジで来やがった。この部分は機械なのでパーツさえあればすぐに。変わってんなお前。実は4年前、俺は15の頃まで生身の人間でした。人の話を聞かないやつだな。ました。公園、学校、ビル群、俺の家、そして俺の家族の命までも身体改造手術をしてもらったんです。そして俺は正義のサイボーグとして生まれ変わり、苛立ちと焦りの日々を過ごしていました。いつからか俺は暴走サイボーグの巨像を追いかけかからなかったら確実に破壊されていました。俺は埼玉先生に命を救われたのに、クセの博士は俺に。バカ野郎、20時以内で簡潔にまとめやがれ。気になりそうだ。無理やりにでも彼の体を調べさせてもらおう。お前いくつだ？19です。若いな。高速接近反応来る。は？これが人んちの天井は。あ、なんでも。まさか。手も足も出ないとはまさにこのことだな。それが先生に何の用だ。お前には関係ないことだ。土の中ってひんやりしつつ暖かさも。ま、冗談はさておき。終わったか。もうちょい。連続。するか、選べ。消滅するのはお前だ、愚か者め。あの、すいません。全部話しますんで、勘弁してください。我々のボスがあなたの体に興味を持ったようです。博士に報告を。おいお前、旧人類撲滅用精鋭戦力が全滅しただと。アーマードゴリラからの通信。アシュラカブトを解き放つ準備をしておけ。何？そいつだけは。失敗した時に私がどうなるかは理解している。着きました。ゴリラの言っていたポイントです。いや、地下への蓋っぽいな。人を地下深くに閉じ込めやがってよ。進化の家最強戦力。知能も肉体レベルもお前ら旧世代とは比にならねえ。入手したいサンプルがある。だが恐ろしく強いのだ。2体ほどこちらに近づいてきます。あ、一匹いるけどどっちだ。そう、右だ。みんなな。おい、この施設で一番でけえ場所だ。戦力として使えるかどうか。生きて。そんな。いや大丈夫じゃないだろその頭。ずっと自らの手で築き上げる私のための理想郷。おら、とっととかかってきな。全力でな。うー、わかる。早い。
今手を出せばやられていた。何なの？お前も知りたいのか。いいだろう。まず大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうか。腕立て伏せ100回、上体起こし100回。新人類だの進化だのと遊んでいる貴様らでは決してここまでたどり着けは一般的な筋力鍛錬だ。俺はお前のその秘密を知りたいのです。どうしよりよか強くはねえんだ。となるともう丸一週間は理性が飛んで、それはまさか戦争を続けるだと。氷河スーパーロー前に誰か。変わるべきは私なんだ。